ちゃこんにちは。はい、佐々木隆さん、ね、皆様にちょっとここで、はあ、ちょっと報告があります。ご報告があります、はい、どうします、佐々木さんの口から。俺から言っていいかな。行きましょうか、はい、重大な報告が、はい、お願いいたします。やっとの思いで、やっとの思いで資格回復をしました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。まあ、今オンラインでね、はい、みんな集まることができないんで、はい、オンラインで、うん、授業を受け、はい、で、まあ、レポートを提出し、はい、で合否が決まるという、うん、まあ、それもさ、はい、最初どういうシステムなのかなと思ってて、はいはい、まあ、我々の仲間である加藤勝氏、はい、彼が受けに行った時っていうのは、うん、集まって、はい、で授業を受けて、うん、でそれを持ち帰って、うん、まあ、試験をするんだよね、はい、で我々はリモートで、うんうん、いろいろこうなんていうの、早送りできないまあ、そうですよね。まあ、こう講義があってね、はい、でそれを見てるわけよね。あ、リアルタイムでっていうことですか。じゃなくていつでも見れるわけ。うん、で一回こう通してみると、はい、次からは、うん、あ、何言ってたかなってこう、ま、早送りができて重要なとこだけ見れるわけ、はい、で最初プロの方からやるんだよね、うん、はい、プロでアマチュアって、でプロの方は、うん、まあ簡単なんだよ、うん、結構3項目に分かれて、はい、まあ、それをこう提出するだけっていうような感じで、はい、まあ、それは我々の心意気というか、はい、まあ、そういうことでね、別に問題はないんだ。でもアマチュアって分からないじゃん、どういう規約でやってるかとか。そうですよね。それがね、柔軟項目にあるんだよ。結構多いですね。それもビデオが1時間近くあるんだよ、はい、おお、長い。それをこう見るわけね、全部、はい、それだけでも相当な時間かかるんだけどさ、うん、でもそういうことは覚えてらんないじゃない、はい、で正月挟んだんだよ、はい、どうしたら分からない、覚えてないという。正月お餅食べたら全部忘れちゃいました、まあ、そうそうそう。いや、それで、はい、まあ、一応一通り見たからさ、はい、まあ、ちょっと置いといたらね、うん、で24日までに提出っていうことになってたね、レポートを。1月の24日まで、はい、で忘れるじゃない、やっぱり、はい、1回だけじゃ、はい、ビデオをこう、まあ、1回見てるから早送りをして見ようと思ってたのが、うん、はい、もうできなくなってんだ、見えなくなってんだ。動画自体が見られなくなってるってことですか、うん、だからそのおぼろげに記憶をこうたどりながら、はい、あれ確かこういうことを言ってたなって、うん、だからいろんなこうアマチュアの資格、対外試合についてはとかさ、安全とは何かとかさ、はい、まあ、いろんな項目に分かれてるんだけど。それって記述式ですか、それとも選択方式に。いや、選択じゃないよ、全部記述だもんか。そう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 、でこういろいろ記憶をたどりながら、はい、これだったかなとかさ、うん、思いながら提出をしたんだ、はい、まあ、自信があるとかないとかというよりも、まあ、ある程度 そのアマチュアに対しての、まあ、大きな規約というのは金銭面であったりだとか、はい、いる指導者に対しての接し方だとか、うん、そういうことが大事なんだなというようなことを学び、はい、まあ、受ければ通るのかなっていうような、はい、まあ、感覚だったんだけどさ、はい、まあ、だけどやっぱ合否ってなんか来ないとやっぱイライラするもんだな。そうですね。で24日は当日っていうのはどういうふうに試験を受けたんですか。いや、だからその出すだけだよ。提出だけなんですね、24日に、うん、で提出してそれを裁定して2月のこの時期になったという、はいはい、で豊さんは自分が合格したというのをどういう形で。いや、だから、いや、だから、うん、ネットとかでもメールとかもチェックしてたんだよ、はい、来ないんだよ、はい、おかしいなと思って、はい、YouTube の事務所に来たら、はい、豊さんおめでとうございますって、何があって資格回復しましたねみたいな、はい、なんで俺人から聞かないかんのやつ。そうなんです。実はですね、日刊スポーツさんで2月2日水曜日に、うん、もう配信されております。何日前でしょうね、もう2月2日に2月2日水曜日夕方5時49分。いや、おかしいなと思ったんだだってさ、はい、他の新聞もなんかゆうちゃんが受けてたんだろ。そうです、斉藤佑樹で2月2日にアマチュアの資格回復をするということで、はい、うん、駒沢苫小牧にぜひ指導に行きたいとかさ、はい、そういうことが記事になってたんだよ、はい、2月2日に発表なんだなと思いながらも、はい、メール見てたけど、うん、メールも来ないし、いつなんだ、メール来てないと思うんだよね。あれじゃないですか、なんか迷惑メール防止設定とかして。いや、してないしてないしてない。それまでは何回かもらって、はい、あれしてたんだもん。も
もうすでに記事になっていまして、いやおかしいよね。2月2日に松坂大輔さん、斎藤佑樹さんが学生野球資格回復認定者一覧ということで、うんうん、他にも結構いろんな方を受けてらっしゃったんですね、うん、だからもうこれは資格回復でいいんだよね。もうはい、豊さんも名前ここに載ってますもんね。うん、載ってるんだよ、はい、いやだからアマチュアの方、うん、指導してほしいという方、はい、もうぜひ概要欄にちょっとメッセージもくれれば、はい、行きますよ。これってもうアマチュアの資格が回復なので誰にでも教えることができるってことなんですか。とりあえず行きますよという申請は出さなきゃいけない、はい、出してもらわなきゃいけない、この期間に。そう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 、はいはい、いやそれで、うん、OK ですという。例えば資格回復するとそれって何か送られてきたりとかそういうバッジとか、まあ、なんか分かんない、それ全然分かんないでもね、勝手に名乗って自分資格回復してますって言って嘘に言っちゃダメですもんね。それはダメだもん。だから何かそういう認定書とかカード、まああるだろうね、うん、まあプロの合格書ってみたいな、合格書みたいな印刷してあるんだよ、はい、うん、だからまあ印刷したらできんのかな、分かんないけど、なんかこうカードみたいなの欲しいよね。いや欲しいですよね、うん、この証明があればどこでも大丈夫ですっていう。そう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 、どんなことを教えていったりとかどんな人たちを教えていきたいですか。いやそれも書かれてるんだよ、はい、やっぱ夢を与えなきゃいけない先を見せなきゃいけない。なるほどね、そうなんだ、そういう指導法なんだじゃあ夢を与えるのか。いや、まあ、確かに指導ってそうだよね。まあそうですね、うん、いやだから、まあ、今、うん、我々がやってた野球よりも、はい、またちょっと違った野球をやってるんで、うん、まあ、それをもう一回勉強し直さなきゃいけないね。まあ勉強はしてるんだけど、例えば簡単に言えばよ、このボールが上から打てって言われたのが、はい、今下から打てって言われる、極端な話ね、はい、まあそういうこともまあ頭に入ってるし、うん、まあ言って教えられないっていうことはないよ。そうですよね。まあ楽しさを教えるっていうよりもさ、はい、野球っていうことを教えたいよね、うん、あもう本当にそのプロ野球を目指すその野球っていうことですよね。だから楽しさっていうのは、うん、もう彼らはそこまで、うん、楽しいからやってきてるんであって、はい、楽しくなかったらもうやめてるよ。いろんなことやることがたくさんあるから、はい、我々なんかもう野球しかなかった、なんかすがったような気持ちで野球やってたけど、はい、だけど今の子供たちっていろんなことがあるし、楽しいから今やってるという、はい、その楽しさは継続しながらも、うん、楽しいものをもっと楽しめる、はい、それは成功しなきゃ楽しめないじゃない、うん、だから成功させるように教えていこうと思う。おー、いいです。あと例えば何か一つさらにまた一段階上に行くための、うん、例えば何かアドバイスであったりとか、まあ、そう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 とかもっていうことですよね、うん、だから、まあ、そういうことも含めてね、はい、まあ、校長先生に聞きながら、はい、いや校長先生お伺い立てなきゃいけないあそういや、まあ、校長って偉いんだからそうなんですね。そうなの、校長より出しゃばった真似したらもうダメダメダメアウト、資格回復が取り消されちゃう一発アウトですね。いや、やっぱそのぐらいやっぱ厳しく書かれてるの。やっぱりそうなんですね、うん、金銭的な部分もこのぐらいが妥当ですよっていうことも書かれてる。あ、なるほどね、うん、そういったものも、まあ、もう本当に弁当台に毛が生えたぐらいの、はい、いやいや本当だって。あ、そんななんですか。いやだからそれは夢として、はい、俺は別にもらおうとなんか思わないよ。交通費、まあ、例えば、はい、遠く行くんだったら交通費ぐらい出してよとか、ね、ただで教えるんだから、はい、泊まりますと、うん、1日2日がかりで教えますと、はい、いうことになったら宿泊代と飯代ぐらいは欲しいよ、ね、いやそうですね、あばしそうですよね、うん、はい、あとでその教える、うん、それはいらない、うんうん、もうそこは気持ちでっていうことですね、まあ、それはもちろん気持ちで。じゃあもしかしてですよ、本当に今後高校野球の監督なんていうこともあり得るんですか。なくもないですよね。いや、なくはないよね。大学野球でもいいし、なくはないけども、うん、そういう夢を持っちゃいけないんだよいや、そういう教えなんだよ俺らに対しては。教える方は夢を、いや、やっぱりそれはもちろんその先駆者もいるわけだから、はい、まあそうですよね、うん、そのアマチュアというね、うん、だからそうは簡単にはいかない。なるほどね。簡単、まあ、ぜひって言われるとさ、ぜひって言われたら、それはまあ状況が許せばしてみたいとも思うけどね、はい、こちらから出しゃばってはいけないということ。出しゃばっちゃいけない、もうとんでもない話になるよまあ主役は生徒たちってことですね。もちろんそうだ、生徒たちだし学校だし校長だという、もうその下にいるってことですね。当たり前だな、もうそれを踏まえていい踏まえていかないととんでもないことになる。そうですよね。そう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 。なのでね、ぜひまあ、豊さんに、はい、まあ、教えてほしいという、はい、まあ、高校だったりとか。そうだね、はい、はい、ありました。中学でもいいんですよね。中学高校だ、まあ、中学はね資格回復っていうのはいらないんだよ。
高校と、まあ、大体主に高校だよね。高校なんですね、うん、でそういう高校がねぜひ、そうだね、あれば関係、まあ高校生が一番教えがいがあるし、はい、多分ね、はい、まあ今まで教えたことがないから。そうですよね。まあただその人と人で接したことはあるじゃない、うん、はい、その野球部じゃない子たち、うん、一番なんかこう多感な時期というか、はい、いろんな吸収もできるだろうし、だからそういう人とちょっと野球を語ったりだとか、はい、一緒にプレーしたりだとか、俺はできないけどね、はい、プレーさせたりだとか、うん、まあ、そういうのはしてみたいよね。そうですね、はいはい、ぜひ、豊さんがね、視覚回復したということで、はい、豊さん、どんどん夢をじゃあ与えて、本当ね、一人でも多くのね、はい、人に良くなってもらいたいというかさ、そうですね、まあ、魅力ですから、はい、はい、お待ちしてます。お待ちしています、はい。